やっぱりですね、こう電車の中とかでもって何か動画を見たりウェブページを見たりするのも気軽で使いやすいですし、僕は今年か来年には出ると思ってるんですよね。今年の秋か来年の春ぐらい。こんにちは、戸田悟です。今回はですね、 iPad mini の新モデルに期待することっていう動画をお届けしたいんですけど、まあ新モデル出るかどうか分かってないんですよ。分かってないんですけど、出るならこんなこと期待したいよねという動画をちょっとお送りしたいと思うんですが、これ iPad mini、ですね。これ新モデルではなくて、今使っている、僕がもう普段使っているモデルです。はい。mini ですね。で、これは僕とっても愛用してるんですけど、やっぱりですね、こう電車の中とかでもって何か動画を見たり、ウェブページを見たりするのも気軽で使いやすいですし、まあいつもお話してるんですけど、パソコンと一緒に持って歩いても、まあ、300グラムぐらいなんで、負担がないんですよ。で、とってもいいんですけど、iPad mini って、ちょっと歴史を、安直を見ながら、自分で書いたメモを見ながら歴史を紐解きますと、実にですね、なんかのんびりしてるモデルチェンジっていうかですね、そもそも mini 4、今これ mini 5なんですね。今売ってるやつは mini 5なんですが、mini 4が2015年に出たんですよ。で、それからずっともう iPad mini 出なくて、ミニ4をずっとみんな僕もですけど使ってたわけですね。で、ところが突然2019年にミニ5、今使ってるこれが出たわけですよ。で、それからもう2年経ってるわけです。で、この間、まあ、4年ぐらいあるわけですけど、ずっと出る出る言って出なかった。で、今回も出る出る言われてるんですけど、まあいつ出るかやっぱり分かんないんですけど、まあ毎年のように出る出る言われるんですが、出ないんですよね。で、そもそもミニ4って CPU がですね A8 だったんですよ。 A8 ですね。で、次に出たミニ5は A12、12なんですよ。CPU も4個飛ばし。で、今これ僕が使っているミニ5も CPU は A12 ですね。12なんですけど、今売ってる、この動画を撮ってる2021年の8月時点で買える新製品の、当然これと一緒です。iPad ミニ5なんですが、CPU はですね、A12 なんですよ。で、この A12 って iPhone で言うと、10S とか 10R と一緒なんですよ。もう何世代前なのって感じなんですが、これが新製品で売ってるんですね。でもまあ僕これ日々使っていて別に重く感じることはないんですよ。Apple の CPU っていうか、その高性能なチップスものは素晴らしいなと思ってるんですが、それにしても今の価格をお話ししますと、64GB のモデルですね。256もあるんですが、64GB 安い方で、 Wi-Fi だと 53,080円、セルラーモデルで 66,880円なんですよ。まあ、56,000を出すタブレットが、まあこの世代遅れのチップっていうのはちょっとないなというふうに、まあ僕は思うわけです。とはいえ、iPad mini 4の時はそんな状態で、まあ4年も売ってたわけですから、今後どうなるかわからないんですが、まあ多分ですね、なんでこうなるかっていうと、ファンはいるんですけど頻繁にモデルチェンジするほどの台数じゃない的なことなのかなと思ってますし、あとお店とか企業でよく使われてるのはやっぱりですね、大きいサイズなんですよね。11インチ、10インチクラスのサイズの方が、まあ、レジなんかでもよく使われたりしますし、ということもあるのだとは思いますけれども、まあ、ファンとしてはですね、まあ、ぜひモデルチェンジしてほしいと。で、これ iPad mini って初代からずっと 7.9 インチなんですよ。で、まあ、そろそろ出るでしょうと思ってるんですが、まあ、CPU にですね、僕期待したいのは、やっぱり M1 とか M2 が今度出ると言われてますけど、まあ、もちろん全部何が出るかわかんないんですが、まあ、M1、M2 じゃなくてもいいんですよね、個人的には。それは iPad Pro とかにお任せしていただいて、まあ、A15、今14が Air4 ですね。こちらが Air4 なんですけれども、はい、Air4、これブルーですけどね。これが A14 なんですよ。なので、まあ同じだとちょっと世代遅れちゃうんで、これの A15 でもいいかなと。でも M1 とか M2 もそんなに中身変わんないんで、性能もそんなには変わんないんで、もう M1 とか M2 積んじゃってもいいかなと思うんですが、ただしやっぱ価格はですね、これぐらいのままにしてほしいんですよ。 iPad mini Pro みたいのが出てきて8万円だ9万円だ10万円だって言われてもですね、ちょっと違うだろうと。もっと気軽に使えるのが iPad mini だよねというふうに僕としては思ってるわけです。なので CPU はまあ手頃な価格に収めてほしいというのを先で、その後でまあ14だとがっかりだけど、まあしょうがないかなと。15だったらまあ万歳で、 M1 とか積むんだったら安くしてねっていう感じですね。で、まあですね、これご覧いただくとわかるんですけど、もうデザインも世代古いですよね。この上下の縁、上下っていうか、今のこの画面では
左右ですけど、縁がこんなに分厚くて、まあ指紋センサー、タッチ ID あんのは便利ですけれども、それがですね、ずっと第8世代第7世代の無印の iPad もそうだったんですが、 Air 4 になってですね、こういうモダンなデザインに変わったんですよ。縁が均一でそれなりに細い。で、タッチ ID はこの横についてる。ここかな。あ、ここですね。ここについてるという形に変わったんですね。なので、まあですね、ミニもですね、iPad ミニも、まあ新しいそういう縁の細いデザインを採用していただいて、代わりに画面を、まあ 8.3 とか 8.4 とか 8.2 とか、インチぐらいまで広げてほしいなというふうに思います。まあそれ以上大きくなると今度本体が大きくなっちゃうんで、まあミニじゃなくなっちゃうと思うんですが、ただですね、そこにちょっと懸念があるんですよ。この Air 4を見てもわかるんですけれども、このデザインにすると当然これ真四角な形になるわけですね、横が。でミニって僕が好きな理由の一つがこのですね、薄さ感なんですよ。薄いというより薄さ感で、このですね、要するに角を立ち落としたデザインがすごい薄さを感じさせるんですね。で、実際には薄いとしても、こういう形の、まあ、かっちりしたデザインになっちゃうと、薄いんだけど薄さ感がないというか、軽快さが損なわれちゃうんですね。でもですね、新しいミニが出るとしたら、多分僕はこっちのデザインになると思うんですよ。で、なぜかっていうと、このですね、タイプ C 端子が、こう真四角にしないと入んないと思うんですよね。今ですね、ライトニング入ってるんですけど、ライトニングでもギリッギリなんですよね。だからこれがタイプ C 端子になるっていうか、なって、それはなってほしいんですけど、そうなるとやっぱりこっちのデザインを採用するんだと、まあいいんですけど、軽快さはちょっと失われてしまうかもしれないですよね。で、まあでも個人的にはですね、もう USB タイプ C 端子にどうしてもしてほしい。iPhone もしてくれないのがもう理解できないんですけど、まあタイプ C 端子になればですね、そこら中に転がってる充電器、僕の事務所の場合ですよ、どれでも使えますし、皆さんもそうですよね、いろいろな、まあ、充電器が全部使えるという便利さはやっぱ違いますよね。あとケーブルもライトニングタイプ C とか買う必要がなくなるっていうのは、これもう普通に考えてユーザーのメリット大きすぎますよね。未だになんでライトニングなのかっていうのはもうちょっと理解できないんですけど、まあまあまあって感じですよね。で、もう全部 Apple も Type-C 端子にしてほしいんですが、まあ iPhone はしばらく無理だとしても、まあ iPad 系は全部 Type-C になりそうな気はしてます。で、こんなデザインですね。こんな形の Type-C を搭載したこんな四角いデザインになってくれるのかなというふうに思います。で、ちょっとですね、今のミニ5にちょっと残念だなと思ってるのが、やっぱりですね、Apple Pencil なんですね。で、これ、第1世代はいいんですけど、今はもう Air 4とか、まあ、Pro もそうですけど、この第2世代の Apple Pencil になってるんですよ。で、これ磁石でピッとくっついて、そのまま充電できるってやっぱり便利なんですよね。価格高いですけど。なので、この真四角なデザインになれば、ここにこうくっつけるのも簡単にできると思うので、まあやっぱりそのデザインになるんでしょうね。で、Apple Pencil も第2世代に移ってほしいなと思います。ただ、値段が高いんですよね、第2世代。なので、第1世代を採用して、やっぱりライトニングっていうのはね、これ僕が Apple の開発者じゃないんですけど、当たり前ですけどね。だとしても悩みますね。価格も下げなきゃいけないし、特に第8世代も今後第9世代として出てくるんだと思うんです。で、それをですね、この四角いデザインにして第2世代の Apple Pencil にしちゃうとですね、 Air 4との価格差どうなんのって感じになってきて、ちょっと苦しいなという気がしますね。どうするんでしょうね、悩みどころですよね。でもまあですね、このデザインをやめて、今のこの形をやめて四角なデザインにするんであれば、まあ第2世代の Apple Pencil をペタッと付けられるようにしてほしいし、あとキーボードがですね、今使えないんですよ、あの専用キーボードがね。で、Air 4とかはですね、ここにちょっとこう端子があるんですけれども、その端子をですね、このマジックキーボードとかにペタッと付けることによって、外付けキーボードが使えるわけですね。ペアリングしなくてもいいのでとっても便利なんですが、ミニはですね、そういう端子ないんですよ。なので専用の外付けキーボードが使えないんですね。で、これも不便なんですよ。ただですよ、このサイズでキーボード作ってくれたところでやっぱりちっちゃくて打ちづらいので、僕はですね、まあこのマジックキーボードにくっつく形でもいいんじゃないと思うぐらいなんですよ。こうちょっと横になっちゃいますけどね。で、どっちのキーボードも使えるよぐらいな感じでもいいかなとは思ってるんですけど、まあ実際にはそんなことアップルはしないと思いますが、やっぱりですね、この幅のキーボードはちょっと苦しいなと思うんです。ということで、いろいろなサイズのキーボードが使える、本体に対してキーボードが大きい形も使えるような仕組みというか、まあ、接続方法を
考えていただけたらなというふうに思います。で、まあ結局ですね、まあ、どうなんのか未だにちょっとよく分かってないんですが、僕は今年か来年には出ると思ってるんですよね。今年の秋か来年の春ぐらいには第8世代とミニが同時に出ると思っていて、その第8世代、いわゆる無印ですね、それが第9世代になってミニも登場すると、もしくはもう第8世代出ないかもしれないですね。エアー4に吸収でミニが出るという形になりそうな気もしていて、でミニの画面が大きくなって値段を下げることで、もしかしたら第8世代的な役立ち位置にもするのかななんて気もしてます。でその場合には手頃な価格のアップルペンシルが出るか、アップルペンシルも値下げすんのかなみたいなこともちょっと考えてたりします。ちょっとですね、今のラインナップのまま進めていくと第8世代の位置づけ、これもうデザインをそろそろ変えざるを得ないので、そうなってくるとちょっと厳しいなと、位置づけ的にですね、エアとの住み分けは厳しいなと思ったりしています。だって第9世代が出てきて新しいデザインで、CPU がですね、まあ、A14 とか A15 だったらもうエアの立ち位置がどうなんのって感じですよね。じゃあ古いままのデザインでいいのって言うと、さすがにもうこの縁が太くて丸いタッチ ID の本ボタンがあるデザインはもうちょっといいかなっていう感じなんですよね、というふうに、まあ、個人的には思っています。ということで今回は、新しい iPad mini に期待することをお届けしました。チャンネル登録もよろしくお願いします。